集団左遷 13.8%、 それが第1話の視聴率。この前のクールのグッドワイフの初回 10.0% を大きく上回ってね。この4月クールの連ドラの中では緊急取調室サードシーズンの 15.2% に次ぐ初回視聴率第2位を記録。さすが福山雅治主演ドラマって感じなんだけど、まあ結構批判的な意見も少なくないようで、ウェブサイト日刊再造4月24日付の記事によると、福山雅治が連ドラの主演を務めるのは2016年4月期のラブソング以来3年ぶり。同ドラマは平均 8.5% と大爆死し、福山にとっては消し去りたい黒歴史となってしまった。その後に主演した映画スクープも振るわなかっただけに、まさに背水の陣。それが分かっているだけに、福山は同局の情報番組、バラエティ番組に出まくって必死の番宣に精を出した。初回視聴率だけで見ると、その成果が出た格好だ。だが数字的には9大点だったが、問題はドラマの内容で、第2話以降、離脱者が続出しそうな気配になっているのだ。ネット上では、福山をあんなにドタバタにする必要はない。ストーリーが安すぎて、福山の顔芸が痛すぎる。銀行の支店長の役柄にしては軽すぎ。日曜劇場の枠はもう少し落ち着いた感じのドラマの方がいい。もっと重厚なドラマを期待していたけど、コメディータッチでがっかり。次回以降は見ないと思う。この役は福山には合わない。違和感ありすぎ。福山の役者としての幅を広げようとした企画なのだろうが、一般視聴者はクールでかっこいい福山を見たいのであって、それが見られないなら他の役者でいい。演出が稚拙すぎ、福山があんなに走り回る必要がある?などと酷評の嵐。とあるテレビ誌関係者の話によると、舞台が銀行ということで多くの視聴者は同枠で大ヒットした半沢直樹チックなビジネスドラマを期待していたことでしょう。ところが蓋を開けてみればコメディータッチで、福山は三枚目風の役柄になっていました。 TBS 日曜劇場の固定視聴者は硬派の作品を好みます。だからこそ半沢直樹、下町ロケット、陸王などの池井戸潤氏のビジネスドラマが好評を得てきたのです。集団左遷は池井戸氏の作品ではありませんが、多くの視聴者はそのようなノリを期待していたはずも、始まってみたらコメディ路線ではそりゃがっかりしますよ。今後離脱していく人は増えていくんじゃないかと思います。なるほどね。ふん。でさて、そんな集団左遷に毎度おなじみのあの方からメールが。福山さんの支店長を見ていると、こんなイケメンの支店長はおらんやろうとつぶやいてしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。集団左遷第1話、今回は福山雅治演じる片岡支店長が、頑張るなという本部の指示に従わず銀行員として頑張る決意を明らかにするといった展開でしたね。銀行員は人事がすべてなので、実際にはありえないことですが、そうであってほしいという部分をドラマとして楽しめたらと思っております。今回はドラマに登場する三友銀行にちなんで、銀行が舞台となっている映画を紹介したいと思います。その第1回目は、宮沢りえさんが横領に走る銀行員を演じた2012年に公開された日本映画神の月です。夫との生活が満たされず、若い男性との逢瀬を楽しむうちに、どんどんと横領の渦に巻き込まれてしまう銀行員を宮沢りえさんが熱演しています。驚いたのは、若き男性との結構な濡れ場がたびたびあり、ドキドキさせられたことです。清楚なイメージがある宮沢りえさんからは想像もできなかった場面が次々に出てくるのです。と銀行業務では担当者の心のありよう一つで横領が可能になってしまうという現状は今もあります。事実、新聞の社会面を見ていると銀行での不正横領事件を1年にたびたび見かけるのです。お客にしても、まさか担当の銀行員が自分のお金を横領するとは全く思っていないのです。神の月はその現実をまざまざと見せる作品なのです。最初は1万円の抜き取りから始まります。それでもその時は罪悪感があり、すぐに補填をします。
しかし若き男性との時間が満たされるほど横領は雪だるま式に大きくなり、いつしか手がつけられない状態にまで陥ってしまうのです。と何と言ってもそこまで手の打ちようがない銀行の管理体制もずさんです。犯罪者を出さないためにもお金を扱う立場の人間をシビアに検査監督する体制を築くべきだと思います。紙の月は銀行の管理体制の不備をもあぶり出す銀行を舞台にした映画の佳作なのです。集団左遷はまだ始まったばかりです。銀行のどのような現実を見せてくれるのか楽しみにしたいと思います。ということで、何はともあれ集団左遷、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。